ざっくばらんにみんなでこう話したり、ご質問したりしながらやっていきましょう。はい。ということでね、あ、じゃあ、号令から始めます。はい。じゃあ、起立でしてちょっとやるなよ。はい。きょうすけ、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、着席してください。はい。はい、すいませんね、なんか。すいません。失礼します。ごめんなさい。最初だけ一瞬顔写していいですか。はい、すいません。今日の参加者の皆さんです。はい、今日の生徒の皆さんです。よろしくお願いします。ちょっと来れなかった皆さんもまだいらっしゃるんですけど、はい、すいません、ね。はい、よろしくお願いします。ということで、コココロ勉強会、イエーイ。はい、ありがとうございます。ということで、今日はね、料理系の YouTube クリエイターの新年会の前に、谷庵さんと2人でちょっと包丁の勉強会とかしたいですよねって話して、新年会の時にやりましょうかと言ったのがこう実現しまして、勉強会をお送りします。で、いろんな、なんか今回ね、よかったらこれからもね、いろんな、なんか料理だったり、なんか食材だったり、なんか調理器具だったりね、なんか料理の文化だったり、なんかそういうような勉強会とかしていけたらいいなってちょっと思ったりしてますので、はい、よろしくお願いします。で、毎回なんかね、テーマ決めてやっていこうかなって思うんですけど、今回はね、包丁についてお送りします。いや、もうみんなね、包丁使ってますよね。もう我々やっぱり料理にこう携わる者たちにとっても、包丁っていうのはもう武士の刀と同じですよね。ね、いや、最初からだいぶ滑ってる、うん、切っても切れない関係みたいなね。お、包丁だけいい。おっ、包丁使いづらいぞ。包丁なのにね、まあ、切って切れないとかいうのもちょっとあれなんだけど。ということで、今日は包丁について、まあ普段使ってるけども、いや、改めて考えてみたら、一体なんか何がいい包丁なんだろうなみたいな、なんかちょっと気になるけど、なんか調べても、そう、情報の海が広すぎて、このよく分かんないんですよ。で、プロフェッショナルのあれもあれば、またなんていうんですかね、超マニアの包丁愛好家の意見があったり、でもそれぞれはこうなんか食い違ってたりとかで、僕もめっちゃ調べてももう全然分かんないから、もう専門家の人に聞いてみようということで、今回はですね、お招きしております。なかなか包丁屋さんってなんかとつきにくくて、なんか、いや、YouTuber?なんか素人で料理修行もしてないやつが、うんうん、帰れみたいに言われるんじゃねえかなって思ってたんですけど、そんなこと言わず、すごく優しく教えていただける、先生が見つかりましたので、今回はご紹介いたします。一文字中紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、もう皆様の後ろには数百万人、はい、200数十万ですね。違うんですけど、今日はできるだけのことをお伝えしようと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあここからは、はい、マイクないけどマイクをお渡ししまして、はいはい、作っていただいたスライドで、はいはい、いろいろ包丁のことを教えていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていくんですけれども、はい、まあ、先ほどおっしゃってたみたいに、包丁って非常に奥深い話で、結局感覚にも落ちてしまうんですね、うん、なので、好き嫌いだったりとか、人によっての感じ方の部分、100通りの正解があると思ってますので、うん、まあ、そのあたりも、踏まえて聞いていただけたらなと思います。本当ですよね。一応こういう形で進めまして、はい、まず最初にちょっと僕ら、一文字中期ご紹介いただきましたけど、紹介と、あとは、なんでいい包丁を使うのか、うん、まあ、さまね、そもそもそんなにいい包丁を使わなくても全然料理楽しんでもらえると思うんですけど、あえていい包丁を使う理由ってどんなことがあるのかなっていうのをちょっと持ってきてます。あとは包丁の選び方ですね。今日ちょっとその素材のところを割と詳しめにお話ししようと思ってるんですけど、うん、めちゃめちゃマニアックな話も、はい、大丈夫、女子ちょっともしかしたらなんか苦手な話かもしれないけど、ちょっと頑張って聞いてこう。そう、科学的なね、めっちゃリアルなお話になってくるから楽しみやさあ、まあ、工程ですね、まあ、工程と素材の組み合わせっていうのが非常に大事なので、そのあたりのお話と、あと最後ちょっとうちから包丁たくさんスーツケースの足を折りながらめっちゃあるから途中途中で車輪が壊れて後ろみたいな。ありがとうございます。
コココロチャンネル。はい、まず自社紹介なんですけど、はい、僕ら坂井一文字光秀というブランドをやってまして、めっちゃかっこいい名前ですね。ありがとうございます。創業者田中久子、まあ、僕の祖父おじいちゃんですね、はい、が第二次世界大戦中に戦争に行かずに工場で働いてます。鉄の加工の工場で働いてて、で戦争やって終わった、帰ってきた時に両親が亡くなってしまったんですよね。ただまあ弟もいるし、この弟を学校にやらなあかんっていうので、なんとかこう稼いでいかなあかんっていうので、包丁作ろうと。鉄の加工いけるから包丁作れるやろみたいな形で、軽いノリで堺に行ってたんですけど、まあ、そこで出会ったその制作工程の魂のこもり方っていうの、こもり方っていうので、これを世の中にぜひ広めていきたいということになりまして、今、大阪難波の道具屋筋っていうところで、お店をやってるんですけど、まあ、その前にちょっと厨房機器屋さんに弟子入りさせてもらって、念願の開業という形でやってます。基本的には西日本中の料理人だったりとか料理店のオーナーの方が、その商店街を通ればお店が一軒建つって言われてる商店街、まあ、東京でいうとかっぱ橋とか、うん、僕行ったことないですけど、もうすごい有名なとこですよね、大阪では。皆さん飲食しかもね、大阪って言ったらもう天下の台所みたいな、あ、食の文化のこの中心地のプロが集まるところでやってるっていうことですよね、はい、そうですね。なのでまあかなり皆様の厳しい料理人のね、目をくぐって、いつ目をくぐってじゃないな、あの目をくぐって、コメがね、時にはぶつかり、やらせていただいては67年ということで、やってます。まあ、それがちょっと続きまして、国産の天候の展示の包丁が2000を、超えてます。もう武器庫ですよね、これ地震の時とかすごいビビられるんです。地震来たらどうなるんですか。確かに一応だから東京とか、まあ、いろんな都市、包丁があるんですけど、まあ、うち以上に置いてあるところは、まあ、僕は知らないな。これはあの一般の人も行ったら、あ、はい、これ見せてくださいとか、試し切りとかもさせてもらえたりもするんですか。最近始めたんで、そう、なかなか試し切りさせてくださいって言えないんですよ、口に出せないから。はい、なんかやってますよとか言ってくれると僕はすごい嬉しいですよね。やってます。じゃあ我々のこう視聴者がこうちゃんちゃん言っても大丈夫です。大丈夫です。よろしくお願いします。2000種類できるわけじゃないですけど、はい、ああ、はい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 、一部ね、はい、いやすごいね。で、まあ、なんでここまで来たか、まあ、ちょっと自社紹介多くしちゃって、はい、恐縮なんですけど、さっきその祖父田中久香が、堺で目の当たりにしたものはですね、炎1100度、ちょっとまあ想像つきにくいですけど、1100度の釜の前でこうガン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 叩くわけですよ。夏場とかもすごくて、もう普通にあの熱中症で倒れちゃったりとか、まあ、今はもうちょっと環境はね改善してますけど、ものづくりにこう真摯に打ち込んでる姿を見て、これをぜひ広めたいなというので、今までずっとやらせていただいてます。僕調べたけど1100度ってどんぐらいの温度かなって調べたんですよ。そしたら今噴火してるね、桜島の火口のマグマの温度が930度。そう、マグマより200度ほど高い温度のところで作業してるの。何で温めるんですか。マグマで温めても計画的な。で、それをまあ後でちょっと話すと、あるんですね。で、まあ、ちょっともう専門的な話ですけど、それを温めて、まあ、高い温度にしてやってますね。包丁は未だに全部手作りっていうか、生産、まあ、噴火してるハンマーとかも今電動のやつで、あ、なるほど、地域とかも結構違ってきますね。砥石も結構回るのとかは、まあ、電動で回ってるのに手でやってるとか、でも日本の包丁で、まあそうですね、まあ、6000以上ぐらい、ちょっとこれもいろんな包丁なんですけど、はい、やつはもう最後は絶対手でパーツやられてるんですね。1ミクロンのね、ミクロンって何って思ったけど、1000分の1ミリのことだから、あの定規のあの1ミリの間をこう線に分割したらミクロンだから。そこまでこだわってるっていうことね。そうですね、後からまたそのミクロンっていうのが、見ていただけるスライドも用意したので、すごい世界だよね。そうですね、で、まあ、もう今美味しいものってどこでも売ってると思うんですよ、
だからまあもう最悪包丁握らなくても多分生きていけることはできると思うんですけど、あの調べたらですね200万年前あのホモハビリスっていう原人が生まれたんですけど、あの打製石器を初めて使った原人なんです。でなんかリスとかを捕まえて食べたりとかしたんですけど、その時こうリスに向かうホモハビリスも、まあ、もしかしたら今どっかのお家で、まな板の前で包丁を握ってる方も、多分両方ともこう家族の笑顔が見たくて包丁を握ってるんだなと思うんですね。なるほど、そういう思いを、はい、うるさいそういう思いをこれからもあの切れ味で繋いでいきたいなと思っている。うまいこと言いましたね。切れ味で繋ぐ、うるさいよ突っ込まれに集中しろで、私が、3代目ってまだまあ社長、父上が父上、父上父上やっぱり古い家ですよ、ね、家柄が感じられましたね一級さっちゃってみたいなんですけど、まあ、僕が一応3代目の予定の田中亮と申します。よろしくお願いします。ですね、あの職人さんとか料理人さんの意見を聞いて、まあ、包丁をどんなん作っていこうかみたいなのをプロデュースがメインになってます、うん、で、まあ、モットーというか一応あの気にしてるのはやっぱお客様の感覚っていうのがまず一番正しいんですね、うん、そうなった時やっぱ職人さんとかある一定のお客さんだけの意見だけ聞いちゃうとちょっとまあ凝り固まった考えになるんじゃないかと思ってて、うん、まあ、そこをできるだけあのいろんなあの方のお話を聞いて噛み砕いてご説明できたなと思っています。で隣に、来ていただいているのが自己紹介、はい、田中香織と申します。基本的には厨房の営業をしておりまして、うん、あとはあの店頭で、料理人さんが来た時にこの何切るのって聞いて、これ切るではこれかなあれかなっていうふうに、導いて一本の包丁に決めてもらうっていう店員もしています、はい、よろしくお願いします、はい、たまたま田中さん、はい、たまたま田中さん、あ、いや、違います、親戚、あ、はい、ああ、普通に出てますね、チェック入りました、3代目からチェック入りましたね。あと厨房のプロデュースもやってるんで、はい、あのぜひお店だされる相談いただいて、ああ、ぜひぜひ、設計して施工して図面書いてとか全部やってるんで、あ、資格が、資格は厨房設備士という資格を、ああ、知らなかったそんな、いや、僕も初めて言いました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コココロチャンネル、じゃあ早速入っていきたいと思います。じゃあなんでいい包丁を、使うのかっていうことなんですけど、そもそもね、そもそもですね、ちょっと考えてみていただきたいんですけど、週に3回以上使って10年以上使えるものって結構身の回りに意外とないなっていうのが僕あると思うんです。そうですよね、はい、でも包丁は、ね、はい、うちのお店でもおばあちゃんが使ってたやつが、うん、おばあちゃん亡くなったから、うん、私が継いでいきたいって修理持ってきていただいたりとか、まあ、ずっと毎日使っててもあのかなりの長い間使うことができる道具って意外とあんまりないのかなと思っています。あとは、まあ、手入れが必須っていうところ、まあ、めんどくさいと思われるかもしれないんですけど、包丁って、まあね、お店とかやられたら毎日使うじゃないですか。そうですね、ご自分で研がれるじゃないですか、うんうん、そしたらやっぱちょっとした細かい傷とかその手入れの仕方で形が変わったりとかするのが、うん、5年10年溜まっていったらもうあなただけの一本になっていくわけですよ、うんうんうん、もちろんなんか、まあ、1000円2000円の包丁もあの非常に素晴らしい包丁があるとは思うんですけど、うんうん、まあ、そういうずっと自分の相棒となる鏡となるようなものなので、まあ、もしかしたらちょっといいものとかも見られても決して無駄にはならないんじゃないかなと、うんうん、包丁と一緒に育っていくわけですね。そうです。お、ですね、ね、うん、自分もね。さすが。おってやめましょう。なんでやらないの。まあ、いい包丁を使う。もうちょっと、まあ、技術的なところを見ていくと、うん、まあ、切り口が綺麗になるとかね。うんうんうん、もう切り口が綺麗っていうのはどういうことかっていうと、食材を炒めずに使うことができます。試してみたら全然違ったもんね、うちの、ね、あ、違いました、やっぱり、うん、そういう動画も出されてる、そうなんでしょうね、人参のやつ、舌触りも全然違う、はい、見られる方は、あの、もう一回大西さんのチャンネルにすごい、YouTube のあれがすごいですねあとは食材に制限されないってあるんですよ。これどういうことかっていうと、うん、料理の自由度が上がるっていうお話なんですけど、うん、すごい印象的なお話を前、料理人にお伺いして、うん、
あの魚をこう、うん、じゃあ刺身に切っていきますっていう時に、はい、繊維と平行に切っていくんやったら、うんうんうん、まああんまり切れへん包丁でも割とできると、うんうん、ただその切り口、この繊維に対して直角とかちょっと角度をつけた状態で切ったりとか、うん、あとはその刺身の新鮮な角を、うん、あの舌触りで感じていただきたいっていう時に、この角のところでちょっとだけこう鋭角にしたりとか、うん、そういう細かい作業っていうのはいい包丁じゃないと、まあ、できない。これはもうできるできないの話になってくる。谷川さん、繊維切ろうとしたら身割れたりしますもんね、売れないやつだったら。そうですよね。繊維の強いこう汁系のブルブルのやつ、うん、切り口ではあの合っていかないとまず切れないですよね。そうですよね。結構実感してます、うん、3個目ですね。力がいらずに効率的に切れるので、まあ、ストレスが軽減されると、うん、まあ、なのでまとめると、いい包丁を使うと楽しくて上達しますよというのを改めて、うん、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、こういうところがあるのでぜひ見てくださいね。もうここ1年ぐらいでこの包丁のこと気にするようになったんですよね。ああ、そうです。だからそれまではなんか割となんか興味はあるけどみたいな感じで、やっぱり調べてやっぱりよく切れるこう包丁を使ったらやっぱり圧倒的に違いましたね。料理のその楽しさだったりというのが全然変わったなと思ってます。あ、はい、めちゃくちゃ、はい、嬉しいです、よかったです。で、いい包丁の要素としてうちが考えてるやつなんですけど、3つあるかなと思ってます。大きくこの3つですね、うんうん、メンテナンス性と切れ味、うん、それからバランスなんですけど、切れ味なんですけど、これすごい、ほんま変わった単語だなと思ってて、うん、味ですよ、はい本当はだから鋭さとか、まあ、英語やったらだから鋭さ、シャープネスって言ったりするんですけど、英語で切れ味って言えないんですよ。だから無理やり訳すときに、テイストオブカッティングとか、味、それ言ったら海外の大体、何言ってんのこいつみたいな、ちょっとヤバいやつを見る日本人で別に切れ味って言いますよね。言いますね。これはやっぱ感覚の違いというか、切れ方ですね。そこまでこう繊細に、見て使われるというところが、まあ、日本人の感覚の違いなのかなと思います。で、バランスのところも結構やっぱ大事で、まあ、いい包丁ってたくさんネットとか見てもあるとは思うんですけど、結局自分の手に合うものを使わないといけないんですよね。それやっぱお店行って塗ってもらうのが一番いいのかなと思ってます。あとは見た目とか、あと愛着が湧く湧かない、まあ、なんだかんだこれが一番大事やから、そこを、まあ、気に入った包丁だったらそれを愛してあげるというのが一番いいのかなと思ってます。思い入れないとなんか手入れとかにあれですもんね、気持ちがこもらないですもんね。そうなんですよ。思い入れなかったら研ぎとかやんないですよね。そのままほっといちゃったりとかするんで、まあ、そもそも安い包丁であると高い包丁であると、それやるやらないでやっぱ包丁の実力ってだいぶ変わっちゃうんで、うん、そうですよね、はい、だから可愛いとか、うん、見た目かっこいいっていうのはだからめちゃめちゃ重要やし、うん、そう思ったらもうそれ買って愛してあげてくださいというお話です、うん、はい。この切れ味、バランス、メンテナンスをもうちょっと細かく分類してみました。で、切れ味は入りやすさ、進みやすさ、中切れ、うん、中切れって、まあ、切れ味が長く続くということですね。で、まあ、入りやすさ進みやすさって一緒ちゃうんって一見思うんですけど、まあ、ちょっと実は違うというか、うちではちょっと分けて考えるので、その話も後でしたいと思います。あとはバランスですね、まず持ちやすいかどうか、まあ、さっき言った手の大きさと、包丁の柄の関係ですね、あとは疲れにくさ、動画でもこの包丁は軽いから使いやすいとかっていうお話が、うん、重いから使いやすいもあるよね。あります。食前にありますよね。そうですね。中華包丁とかそうだよね。結構ね、重いのがいいもんね。重いですね。うん。背のが軽かった。うん。そうだよね。そうなんですね。はい。あとは力の伝わりやすさですね。あ、重くてちょうど出てもその、うん、うまく狙いを定めることができるかどうかっていうのもバランスに含まれていると思います。それからメンテナンスですね。さっき言ったその研ぎってやっぱりやりやすいやりにくいって実は包丁によって、うん、それから研ぎ師の組み合わせによってあったりするので、メンテナンスがしやすいか、うん、錆びやすいか錆びにくいか、あとは書きやすいか書きにくいかっていうのが鋼材によって、まあ、あとはその工程によって変わってきます。うんうん、
着たりします。で今日はあのこの素材のところを多めにやらせていただこうと思うんですけど、うん、実はこの鍛冶というか、まあ、刃付けまでの工程ですね、素材を、まあ、包丁の研ぐ前までの工程と、それから刃付けというかですね、まあ、研ぎですね、とそれから絵付け、全部、この切れ味バランスメンテナンスのどこかしらにやっぱ関わってくるので、素材だけいいの選んでもダメだということを、うんうん、そうですよね。いや我僕もあのこう包丁愛好会こう1年生なんですけどね、あのやっぱ素材が気になりますよね。そう、いや何の鋼材のやつがいいのかっていうのがやっぱり注目しちゃいがちだと思うんですよ、はい、でその視聴者の人とかいろんなそう料理好きの人たちもまず多分素材が気になると思うんですけど、そうじゃないんだよっていうのを今回こうぜひ伝えていただきたい、そうです、ね、分かる回になればなと思いますね。そうだよなって、はい、ちょっとまあだいぶだから奥深い話になっちゃうんですけど、まあ最後まで聞いていただけるかなみたいな、コココロチャンネル。じゃここまでがこうどんな包丁がいいのかっていうところですね。いいのか、なんで包丁を使うのか。そうですね。で続いてと素材の方に入っていきたいと思うんですけど、まず鋼ステンレスで最初選んでいただけたらなと思ってます。皆さん鋼の包丁とかってお持ちなんですか、ね、持ってますね。分かる、はるちゃん鋼とさステンレスっていうのがあってさ、そうだよね、そうだよね。何を使っているのでしょうか。いやいやいや、で書いてみたら調べてみるといいと思うんだよ、多分ステンレスのやつなんだけど。鋼のってあんまり選んで買わないとないですよね。セカステンとか合法とか、普通にあの包丁買いに行こうって言ってなんかスーパーなりどこなりでその包丁専門店じゃないところで包丁買おうかなって言ったらステンレスのが今メインですかね。はい、そうですよね。 99% だと思います、うん、でただまあ包丁の実力だけで言ったら、うん、やっぱり鋼の方がさっき言った入りやすさ進みやすさ長切れっていうのは、うん、同じ値段やったら優れてると考えていただいていいかなと思ってます。初めて使った時やっぱびっくりしましたね、こんな切れるのみたいな、まあ、その感覚が違いますよね。やっぱりグッと入りが、はい、食い込むんですよね、ガツッといくんですよ、なんか気づいたら切れてるみたいな、あ、そう、なんかそんなようなそうなんです、うん、ただ、鋼の場合は錆びにくさというか錆びるんですよね、うん、で、まあ、研ぎやすさも鋼の方があるんですけど、まあ、錆びってもう回っちゃったら包丁としてアウトになってしまうので、うん、まあ、そこのところだけちょっと気をつけないといけないっていうのが、まあ、鋼とステンレスの違いかな、まあ、だから選ぶときはこの2つですね、まあ、割とお値段とあの研ぎやすさで選ぶなら鋼だし、うん、まあ、ちょっとほっといてしまうこともあるかもしれないなとか、うん、ちょっと手入れする時間ないなっていうときはもうステンレスにせざるを得ない、うん、そういう選び方をしていただけたらいいかなと思います。質問してもいいですか。はい、あの YouTube の動画で、はい、あのすごい錆だらけの包丁を研いで戻すってやつ動画見たことあるんですけど、はい、それでも元の状態には戻らないですか。あのすごいいい質問で、あれあの状態のやつって、はい、その表面錆びてその上から錆が乗っかってるっていうパターンなんですけど、ただあの錆び方によっては貫通していく錆び方っていうのがあるので、内部に入っていくタイプの錆。そうです、うんうんうん、でそれ中に入っちゃったらもうどんだけ研いでも、中に錆びが残ってるんで金太郎飴みたいに。なるほどなるほど、まあ、だからなんかあのチーズとかね、あの、はいはい、中に穴入ってるから切っても、まあ、穴は残るじゃないですか、はいはいはい、そういう状態になりやすいんで、はい、うまく錆びたやつは中に錆びが入ってないから、割とああいう真っ赤なやつっていうのはこう上につく錆びなんですね。そうですね、なので、まあ、一回研いでいただくのはありだと思うんですけど、すべての包丁がああいうふうにきれいに戻るとは限らない。あ、なるほど。ちょっといいですか、じゃあ、はい、そうなんですけど、中華包丁、昔の見たら、はい、きれいだったから戻そうと思ってたんですけど、はい、今なんか黒くなってきてる、はい、表面仕上げみたいなのあるじゃないですか、はい、あれはできない、それも見てみないと分かんないんですけど、黒かった
ったら大丈夫な可能性もあって、こすってもなんか消しゴムみたいなのでやっても取れなくて、はい、それはでも、まあ、黒かったらあの黒サビって実はその赤サビとは違ってて、うん、あの中に入っていかないサビ方ではあるんですね、うん、だからまあ僕が今考えている黒サビであればしっかり落としていただいたらまだ使えるようになる可能性はあるんです、うん、思い切ってガリッと削ってみなきゃダメかもね。ちょっと砥石に当ててみるとかするとやっぱ削れる量が多いので中の銀の部分が出てくることは多いです。今度おうちでのご飯でね、削ってみたみたいな。表面仕上げに調味料。最初の綺麗だったんで、戻したいです。ああ、もともと綺麗だった。いや、そう、使ってたら表面なくなってきますよね。表面なんですけど、なんかあのビッタビタにしたじゃないですか。うんうんうん、ただあの鋼の包丁ってあの油膜でしたっけ？あれが残ってないと錆びやすくなるって言うんですよ。表面で磨くのが怖かったりもしますよね。表面の方が錆びにくいですね。表面の方が錆びにくいです、はい、あの霞だとあれは細かいこう加工がされてあって、まあなんていうんですか、空気と触れ合いマニアックな話だね。女性陣がめっちゃ変わってる。温度差がある。表面にされた方が実は錆びは回りにくい。やろうやろう。俺めっちゃコンパウンドとか買ったから。お店に来てくれたお客さんで、あの自分で鏡面にしたっていう人がいて、はい、でどれぐらいかかったんですかって聞いたら、はい、まあ、洗いのからどんどん細かくしていって、うん、最終耐水ペーパーで磨いて、うん、毎日お店が終わって30分を2年やったりしてました。そんだけやったらこうなるよね。もうすごいビカビカな。お店でやった鏡面のような鏡面だった。はあ。自分でやっぱレベルがあるんですよ。そうですよね。やっぱり。なるほど。だからどんだけ基板でどこまでいくかで光り方も全然変わってくるので、もうなんやったら職人とかお店がやるよりも綺麗にされる方もやっぱいます。そうですよね。で時間とかかけ方の問題なので。いいね。気持ち悪いですね。いいですね。気持ち悪いですね。心配なかったけど大丈夫ですかね。大丈夫。ちょっとよりマニアックな話に。いやでもこれが知りたかったなんですね。そうですよね。これもあの、まあ、さっきの話じゃないんですけど、感覚の話じゃないですか。切れやすい、切れにくい、甘切れとかっていうのが、だからそれをちょっとズームインはさせていただいてるんですけど、科学的な根拠とか一切やっぱないし、感覚のところなんですね。そうです。あとはその同じ素材でもその工程によってこれが全然変わるっていうところですよね。だから、はい、あの白髪2号が一番右にあるけど、その作り方によっては左下に来るかもしれないしみたいな。おっしゃる通りです。っていうところですね。だから参考程度にっていうところですよね。あくまで。いやでもこれめっちゃ貴重な資料ですよね。あくまで感覚だとしても。そうです。うちで説明するときも大体こういう説明の仕方をするので、まああの丸の大きさが、まあ、長切れ、はい、で上が粘りという。粘りってどういうものですか？粘りって、まあ、対摩耗、まあ、摩擦に強いのかっていうのと、あとは曲げに強い、戻ってくれるというのを、粘りって、まあ、総称して用意していただく。だからかけにくかったりとか、あとは、まあ、あとで説明するのんですけど、雨切れとか、ね、っていうのはなんか青子の方にあるんだなと思っていただいたらいいかな。で白子っていうと、あれね、青髪とか、はい、鋼の素材の種類の名前なんだよ。あ、なるほど。そう初めに木髪っていうのがあって、はい、それの純度を上げていくと白髪になって、はい、そうで、その白髪にパンツを加えるとこっちになって、クロームパンツって青髪になる。すごいですね。クロームパンツって粘りを出してくれる。青髪になる。すごいんですよ、これ。なんで今はもう3、2、1、スーパーの順番で硬くなるんだなっていうのと、白の方が研ぎやすくて、泡の方が粘りがあるんだなぐらいで思っていただいたらいいかなと思います。で、もうちょっとさらに細かい話なんですけど、なんでじゃあ白なのか青なのかっていうのが、入ってる要素の名前で決まっていくんですね。基本的にはもうほとんど鉄です。8割9割は鉄、うん、まあ、なんて90何パーセントが鉄なんですけど、うん、そこにこの、まあ、炭素とかケイ素、コバルトみたいなのを添加するその割合によって白鋼だったり青鋼だったりっていう、まあ、最後ラベルポンって貼られて出荷されるっていう状態なんですね、うん、
で、それぞれが、まあ、要素がどういう効果があるかっていうのがちょっとずつ違うんですよ。谷谷さんはこの間つけるとこも見てきたんですもんね。はい、めっちゃ楽しいですよ。やっぱ金属じゃないですか、うん、だからこれの飛びとかの火花の色が炎症反応で違うらしいんですよ。花火みたいな、このスーパーゼントの差で、うん、すげえと思って。青髪は青いとか言う人いますね、はい、これはその練り込む添加するっていうのはどういうことなんですか。あの大きなその日立鉱材さんが、うん、そのでっかい炉の中でもう本当に溶け込ませるってことですか。そうです。化学的分子的に結合させるっていう。そうです。でそれも実はその、はい、例えば何々と何々が合わさった時のプロセスの違いとか、うん、その温度とかで効果が出やすかったり、うん、みたいな。じゃあ同じパーセンテージでも全然違う性能が出来上がったりするんですね。そうです、まあ、なんで、うん、あの傾向なんですけど、うん、こういうもの例えばモリブデンを入れたら耐摩耗性と耐食性と鎮性が上がるんだなっていうのを、うん、まあ見ていただけたらなと思います、うんうん、これはやっぱその素材の卸がいるわけですよね。製鉄所っていうか、うん、そうですね、はい、それは日本にもいくつかあるんですか。あ、そうですね、日本ですね、海外にもあるんですけど、あ、まあ、基本的には、まあ、日立鉱材みたいなところがその金属の大元を作って、うん、これはもう 97% とかは車とか飛行機とか電化製品とかの材料を作られてるんですね、うん、残りの 2,3% が、まあ、こう安木鋼っていって刃物に使われるような感じなので、今はすごいなんか入りにくくなってるって、ね、刃物専用の素材を そこと一部の会社だけが作ってるんですよね。そうですね、うん、それを、まあ、あの地方の鋼材屋さんが、まあ、切って刃物用にこう長くして、それを、まあ、鍛冶屋さんに叩いたりとか圧延したりとかするという。ここは島根 の安木工場、はい、あそこで作った鋼を下ろして、でここの刃物屋さんがその包丁を作りやすい形にカッティングしてそれを下ろすっていう感じなんですか。そうです。あ、まあ、そうですね、大体鍛冶屋さんが買うのは、まあ、あの安木工場ではなく、まあ、地方のその、なんすかね、鋼材屋さん、鋼材屋さん、鋼材屋さんというものが間にさらに存在する、製鉄の下にさらにまたあるんですね、うん、まあ、金属問屋さんみたいな、金属問屋。さあ、谷谷さんはね、もうこれから作り始める可能性ありますからね。切り出した状態の青髪の柳が持ってるんで。つけようかな。そこから石でどんどんそのさ1100度の炉を買うことになりますよ。もう使えるから谷藩製鉄所からやっちゃおうかな。これ俺卸やりますから頑張りますわ。流通網は俺が作るんで、じゃあ新しい MCM が職人が今減ってるんで、もう全員そうやって入っても料理系 YouTuber 以外に。あ、そうですよね、職人デビュー。職人だったら多分もう刃文界のスーパースターだった。そうだったらうちも発注します。それとも険しいんですよ。なんで入るやろな。はい、そういうことで、それがまあこういう形で何パーセント入っているという企画が各メーカーさん公開されているんですね、うんうん、で、まあ、実企画っていうのは、まあ、もう何ていうんですかね、基準みたいなところで、あとは日立金属さんとか竹太く志向さんみたいな、まあ、それもいろいろ中で製法が違ったりとか強みが違ったりとかします。で、まあ、細かく書いてるんですけど、赤いところが、炭素とかケイ素、それから製品コードっていうのが硬さに関わる部分、それから青が、脆さですね、ちょっとまあ不純物が混じってどうしてもしまうっていうので脆さに関わるところで、緑がさっき言ったその粘りですね、耐摩耗性とか人生に関わる添加物です、うん、ここはさっき言ったみたいにその組み合わせで感じ方が変わったりはするんですけど、まあ、ここで見ていただきたいのは白鋼はあんまり緑何なんだ、うん、ちょっとピュアって言われるんですね、うん、青鋼だとタングステンとかバナジウムがちょっと入ってたりとか、あとクローム、0. 何%入ってるな、うん、でこのクロームっていうやつを 10.5%、まあ、13% いろんな言い方あるんですけど、うん、ある一定以上入れたら錆びにくくなるんですね。これをステンレス鋼と呼んでる、うん、スプーンとかに書いてある18の8とか、はい、ああいうのもこれの分量の
やつですよね。あ、そうなんですよ、うん、クロームが 18% なんで、そう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 、あとニッケルです、ニッケルが 8% だった、まあ、18、10とか書いてあるね。そうなんですね。そう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 、前のめりになってるのが大西と谷谷さんだけど、そんなことない、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、今日知ればいい話ですから、ね、今日からスタートして大丈夫です、今日知るメールで送ってほしいですよ、後で、後でね、みんなに来るんだよ、これで、まあ、ここからまだ個人的意見になっちゃうんですけど、うん、あの和食の料理をやりたいんだったら白髪2号っていうのをベースに考えていただいたらいいのかなと思ってて、うん、まず、1個リーズナブルってあるんですけど、うん、何がリーズナブルかっていうと、堺で和食の方をちょっと結構作られること多いんですけど、やっぱ職人さんが一番扱うのが白髪2号なんですよ、うん、で、その職人さんが包丁を、まあ、研ぐ前の段階まで作って、それを、まあ、研ぎ師さんに持って行って、でそれをまた料理人の方が使うってことなんですけど、一番フィードバックがやっぱ多いんですよね、一番多く売ってるんで、だから持って行って、いやこれちょっと甘いねみたいな、もっと硬くした方がええでとか、ちょっとこれなんかポロポロかける気がするわとか言われたら、あ、じゃあもうちょっとあのたくさん叩いてみようかなとか、生し方をこうしてみようかなとかっていう試行錯誤が一番されてるのが白髪の。なるほど、なるほど、研究し尽くされてるものなんですね。はい、うん、なので、まあ、最初それをベースに使っていただいて、いやここまでじゃなくてもいいかな、もうちょっと安くてもたくさん、うん、まあ、買い直せばいいかなっていう方は、うん、白髪3号気紙に行けばいいし、うん、もっとやっぱ長もつける方法が欲しいってなったら、うん、白髪1号とか、うん、もうちょっと、まあ、研ぐ時間 あんまないなってなったら青子に行ったりとか、うん、まあ、白髪2号をベースに考えていただくのが一番、まあ、おすすめかなと。わかりやすいですね。いや、どうやって選んだらいいかわかんないですもんね、最初僕も買いに行った時、スタンダードの基準にして初めて買うなら白髪2号がおすすめという感じで、それからもっとどうしたいかによって選んでいくのもいいよっていうところですね。そうですね、うん、僕も最初白髪2号買いましたもんね、うん、僕も最初買ったの白髪2号ですね。ここお店でやっぱおすすめされる感じですか、うん、この辺りからがいいんじゃないみたいな。お店で、あ、レバ包丁欲しいなと思って、レバ包丁買いに行って、ちょうどいい値段、うん、なるほど、が白髪2号なんですよ、うん、じゃもうこれからいいかなって買ったのに、うん、白髪2号。で、鋼を使った方がいいっていう理由が3つ目の所作っていうやつなんですけど、うん、まあ、和食始めるにあたって最初からステンレス使われる方、まあ、いらっしゃるのはいらっしゃいます。で止めもしないんですけど、そこの職場がステンレスでよかったら全然いいと思うんです。ただやっぱ何ていうんですかね、そのお店もうちょっとステップアップしたりとか、なんか他のお店に引き抜きがあったりとかした時に、大体親方が使われてるのって鋼なんですよね、うん、だから和食の世界では、和食の世界では、うん、でそれで、じゃあ親方がこの包丁使っていいでとか言って使ったやつが、うん、すごい所作を切った後、うん、そのまま置いちゃダメなんですよ、鋼って、うん、一回拭いて、まあ、お寿司屋さんとかでよくなんかね、うん、この包丁をこうやって置く前に多分こうやって拭かれてると思うんですけど、あれがやっぱ身につくのって鋼なんですよ、うん、いきなりステンレスを使っちゃうとそれしなくていいから、うん、まあそれで親方にせっかく借りた包丁が穴だらけになってしまったりとか、親方にめっちゃ怒られたり、めっちゃ怒られたり、かわいがりを受けるわけです。かわいがりをね、業界でもね。それで、まあ、最初にステンレス買っちゃうとそれをしないなので、うん、鋼でその所作を覚えて、そこからステンレスに行くのがいいのかな。なるほど。相当楽だってことですね、じゃあステンレスは、うん、あ、それをしなくていいですね、うん、ケアがほとんど必要ない。ステンレス使ってから鋼だと嫌だなって思うもん、気にすることが多いって、ね、これは無理みたいな。で、まあ、補足なんですけど、まあ、よく言われますと、白はスパッて切れる、青はニュルって切れる。いや、まさにだって、そうだよね、自分でも分かったでしょ、これはさ。やりました、やりました。ネギ切った時さ、僕料理しないですけど、僕でも分かる感じの言い方だなと思います。あ、そうです、スパッとニュルっとっていうのは、うん、確かに。だからほんま感覚の話なんですけど、ただこうやって皆さんよくおっしゃいますね。あと青子甘切れって言って、切れ味がちょっとだけ落ちてきた段階でもちゃんと食材に入っていってくれる。ああ、それが甘切れ。そうですね。あとは、白はですね、特に白髪1号とかになってくると焼き入れっていう工程がすごくシビアになります。その、まあ、さっき言った釜の中で焼きを入れる前にその色を見極めて水にジャッてつけるんですけど、そのタイミングがすごく難しくなるので、ちょっとまあ工程に作業されやすいところがありますね。柔らかくても割れにくい包丁が作りたかったらちょっと甘めにしてあげたりとか、まあ、できちゃうんですね。
であとは素材としては青の方が高価です。さっき見ていただいたみたいにタングステンとか入ってるんで、うん、ちょっと値段は上がるのが青の方、うん、で、スウェーデン鋼ちょっと補足なんですけど、あ聞いたことあるけど、そうなんですよ、これ聞いたことあるそうねスウェーデン鋼ってなんだってね、はい、分かってないけどね本当に2人しかいや求めてる人いるからこれきっとすごいな僕は一人でもすごい見てくださってるスウェーデン鋼っていうのはあのサンドビック社っていうスウェーデンの会社があるんですね、うん、でそこが出してた鋼なんですけど、まあ、出してるですね。で、昔そのあんまりあの車とかそういう電子系のものを作らずに刃物がたくさん作ってる時代があったんですけど、その時のサンドビック社の鋼がものすごく質が良かったんですよ。で今でもあのその素直さというか、その研いだ時に刃がつきやすかったりとか、まあ、使いやすさ、その加工性の良さが愛されて今でもスウェーデン鋼を使ってるところはあるんですけど、まあ、厳密にはだから日立の白にとは違うスウェーデンの会社が作った鋼のことをスウェーデン使ってみて使ってみたんですけど、使いやすいんですよ。どこで使ったんですか。まず酒井も、あの青木浜は あそこで売ってるグランシェフっていう北京ナイフがこのスウェーデンコーナーなんですよ。でこのスウェーデンコーいいなと思ったんですけど、まあ、高いですよね。聞いたら日本 その技術ではできない鋼になったんですよ。どういう技術なのかなと思って、まあ、そこは結構でもいい方で、まあ、もちろん日本でしかできないこともあるので、あ確かに、でまあ、なんかこれは職人さんによって意見違うんでしょうけど、昔のスウェーデン鋼はめっちゃすごかった。でそれがだから今でもレアというか、でその時の鋼材はゴストテクノロジーみたいなもの、今のオーバーツ最新の鋼材よりも当時の鋼材の方が高い。そうなんですよ、ね。それはすごく面白くて、やっぱり工程が全然違うので、そんだけこう人をかけて昔の機械を使って作った鋼材っていうのはもう今はできないんですよね。なので、まあ、鍛冶屋さんとこ行ったらこのスウェーデン鋼はちょっと今は出されへんって言われたりする方もいらっしゃるんですね。まあ、今もいいけど、もっといい時があって、まあ、そうですね。その評価が今も続いてるという、まあ、それを加工できる職人ももういなくなっていきますよね、当然。そうですね、だから昔からずっとそうやっていい鋼を追い求めてるものがたまたま残ってないとないので、今からやろうと思っても、まあ、手に入らない、うん、そうですよね、というのはありますね。近いなぁ業者の会話ですか。酒井とか飲み会したらなんてこんな感じ。今度参加しますって。盛り上がるですね、当時の鋼材、ね、この前、あの時のスウェーデン鋼入れたんだよねみたいな感じでやったから、使ってないですよみたいな。いやっくだ、嫌なテーブルですね。コココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治です。